カヌーの豆でやってたゆっくりパドルを立てるのカヤックの豆、鈴木です、真面目にゆっくりやった人はできると思います。ターンするときにパドル斜めに入れるのはしょうがないって、立てます。立てた後に上の手をバウの方に持ってきてスイープ、これをゆるい流れって言えば、もう一度、はい、キャッチ、立てる、で、パドルを前から取ろうって、そこで前傾してます、体が。はい、じゃあ、結果的に。はい。で、後ろが浮いてるんで、前にボードを打のせ左岸コースは水量によっては難しくなります。下見十分にしてください。曲がりと乗せ左岸コースは滑水機に通りますが、コースをミスするとかなり危険なので下見十分にしてください。入りました。ゆっくりしていきます。
こんなに立てただけで回っちゃって、で、そのまま、こんな。はい、こっちの流速さ、流速をそういうことまでやってみます。パドル、寝かせて入れて、立てます。立てたらそのまま、前から。これだけで、だいぶ、かっこよく見えるんじゃないかな。はい、で、パドル、立てまーす。前から、もう少し頑張りましょう。よくできました。エディ4つやってみよう。